今日の試合を振り返っていただいていかがですか。はい、今日はダブルスと2番勝って 2-0 でリードしているところから負けてしまったんですけど、いい試合だったかなと思います。ダブルスでは昨日よりかは緊張もあまりせずに自分のプレーがしっかりできて、チームも負けてしまったんですけど雰囲気とかも全然良くなくて良かったと思います。はい、今日は本当に木原さんと当たるって2番になった時にすごい勝っても負けてもおかしくない相手だなと思って向かっていけたんですけど、やっぱ5番は負けてしまったので、そういう反省を生かして次からも頑張りたいなと思います。前田さんと赤江さんペア組まれて2戦2勝ですけれども、2人の相性というのはいかがですか。相性、勝ってるからいいんじゃないですかね。あんまり自分たちでなんか 相性がいいっていうのはあんまりわからないんですけど、はい、2試合とも、苦しい場面から挽回することができたので、気持ちの面では、強くなれたかなって。赤井さんいかがですか。一人一人 その役割をしっかり果たしたので、今回の試合はすごいいい経験にもなったし、今後につながる試合ができたと思います。はい、森さんから見て2人の相性っていうのはいかがですか。すごい難しい質問ですけど、でもやっぱり昨日の時を苦しいすごい試合をどっちも勝ってくれたので、はい、相性はすごいいいと思いますし、なんで笑ってんの。超やめて。すごいいいペアだなと思います。はい、ありがとうございます。森さん、試合の時に自分でこう何かを言ってるような仕草があったと思うんですけども、何かこう自分に言い聞かせてるっていうことはあるんですか。そうですね、結構自分はビビリというか、はい、あんまり緊張した場面でいいプレーができないっていう自分の中でそういうのを持ってるので、はい、自分の力を出せるように自分に唱えてました。はい、次の試合まで少し期間が空きますけども、どのように過ごして次に臨みたいですか。そうですね、ホーム2戦やって、1勝1敗で終わったんですけど、この今日の試合、今日の負けた試合を、反省して、次に行かせるように練習しっかりやって、次の2戦は勝てるように頑張りたいと思います。今日ダブルスで勝ったんですけど、悪い点とかもあったので、そこをしっかり練習して、次起用されてもしっかり勝てるように、でチームにも貢献できるようになったので、私たち今日と昨日はすごい苦しいメンバーだったんですけど、4点獲得することができたので、それに満足することなく次も自分たちらしいチーム一丸となって頑張りたいなと思います。はい、最後にファンの方に向けてメッセージをお願いします。応援ありがとうございました。これからも日本生命レッドエルフを応援してください。